始まりました、バズッチャでございます。なすなかにしでございます。今日はまたあの素敵なところでですね、来てますよ。世界遺産ということでございまして、五箇山というところでございましてね、あの本当にな、何やらね、レア食材をいただけるということですね。何してんねんなお前。偶然通りかかってきて、いやこっち向いてたらあかんのよ。偶然通りかかってた人、向こう向かんと、偶然通りかかった人、今やってる。おじさんの刈り上げしか映ってないですよ。あれはおじさんの刈り上げを映さなくていいんですよ。すいません本当、よろしくお願いいたします。どうもよいしょ。これがもうやっとですね、はい、これ前回これね履けなかったんですよ。そうなんですよ、私のサイズが合わなかったから、うん、これをちょっとなんとかね、これ島田ちゃんが見つけてくれて、見つけましたよ。バッチシですよ。他の番組のロケの合間に買いに行ってました。途中ですいませんっつって、時間ありますか、そう試着してください、すいませんっつって、合間に急いでこうやったから、やってました ね、やりましたから、これで見つかりました。めっちゃいいですよこれ、チューリップテレビさんのカラーですよ。いや、ええ感じやねこれ。そうめちゃくちゃいいのよ、これサイズも大きいですよね。ありましたよかった。あのベルトもねしてないんですけど、全然これでね、ここの伸びるから。あ、よかったです。ありました。めちゃくちゃいいですよこれ。今後このバズっちゃうこれでいきたいと思うんですけど、ね。そうだからめちゃくちゃいい、これは正直ね。これはね超ねいい。いやあの一回見てほしい。いやバカじゃねえの。ほら、ね、ほらバカじゃねえの。これサイズがね、いやいや普通のズボンより多分ね、いやいいのよ。分かってるよ。でこの場合ベースコートは向いてない。隠れるから。あそう。めっちゃいいからさ、うん。ライフの2階で買ったんだ。え？こうでしょ。どこに売ってんの？これどこに売ってんの？このひらひらのやつ。な、これ。ライフの2階やろ。めっちゃ動きやすい。めっちゃ動きやすい。いやいや動きやすい。衣装こっちなんだよ。動きやすい。これ売っちゃうよ。これ履いてやってください。行きましょう本当に。あなた世界遺産なんですか。いかん。やめてください。いかん。本当に。世界遺産だ。この番組はおじさん芸人なすなかにしが若者人気を獲得するためネットでバズるを目標にいろんなことをするロケ番組です。なすなかにしのバズっちゃ100万回再生番組。ここ行けるんだ。いやめっちゃええやん。うわむちゃくちゃいいな雰囲気が。うわお店やって流れてた、ね、これ、うわこういうとこでザルそばとか食べるのも美味しいやろね。いやつらら見て、つららほらつららすげえジュディ・ヨングさんのここ見てるね。だってジュディ・ヨングさんここ見てるのよ。照射層なめんなよな。これ早いんじゃない。塩炎症の館、炎症の館ミュージアム。何それ入れるんだ。行ってみる。世界遺産五箇山にある炎症の館。火縄銃に使われる火薬のもと炎症の作り方が学べます。なんかでも建物の中も雰囲気いいよね、この全部木造で、うん、真面目なやつおる。ここに初めてやと思うで、ここで正座してこの映像をちゃんと真正面から見てる人。この後繰り広げられたツッコミ対決は公式 YouTube で公開、チェックをお願いします。なんか本当素晴らしいですよね、うん、作り。いいなぁ、なんか癒されるわね、うん。で、はい、この近くにレア食材が早いな、ワープ行き先聞いてから行った方がいい、ね、ワープすんだろ、どうせどうせワープすんだろ。どこ行くかわからんね今のままワープしたら2人で座標合わさんと座標合わせてから飛ぶね。ああ一緒に飛ばなかった。ごめんなさい、ごめんなさい。なんでなんで。だからレア食材が食べれるところがあるらしいので、そこに行きたいと思います。それは行きましょう。そうさ、じゃあそちらの方まで行きましょう。ではせーの、よいしょ、よいしょ。じゃあワープの着地うつさんパターンあんの。え、なんですか。何。いやいや、もうピンポンパンも鳴ってるしやな。何よいしょは、ま、カメラの前でやるじゃないですか。いやいや向こうにたまたま着地したからしゃあないよそら。そんなパターンそらそうでしょ、そらしゃあないよ。仕方ないですけど。じゃこちらですね。お高千代さん。高千代、名前ええな。ここでレア食材がいただけるということでございまして、五箇山で人気の
レア食材がいただける店、味どころ高千代。創業40年を迎えるこのお店には珍しいメニューが並びます。むちゃくちゃ素敵なお店やね。いいお店やね。雰囲気が素敵、ね。どうもこんにちは。どうも、よろしくお願いいたします。いらっしゃいませ、ようこそ。よろしくお願いします。なんかレアな食材がいただけるということでございまして。はい。さあ、じゃあ早速なんですけども、いただいてもいいですか。はい。何ちょっと。はい、失礼します。はい、ありがとうございます。はい、お待たせです。あら、いい。おー、やったるわ。なんだこれは。なんだ、白いぞ。高岡さん、これがそう、そのレアなやつですか。はい、まずこちら、熊鍋です。熊鍋。はい。で、こちらの方が熊の脂身、トロの刺身と言います。高千代で食べられるレア食材は、そう、熊肉。一番人気の熊鍋と熊トロをいただいちゃいます。この熊と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 この熊、みや取れた場所が違います。もうごめんなさい、ついていけてないこれ全部別の熊と熊、別々です。はい。じゃない、5頭の熊っていうことです。5頭今ここ乗っとるんですか。はい、そうです。その取れた場所がみんな違いますから、食べてるものの関係で味が微妙に違うと思うんです。口の中入れたらスッと溶けて木の実の香りが残ると思います。どうぞ召し上がってみてください。ちょっと待って、熊のお刺身ってことですか。はい、クマお刺身食べれんの。部位としては大体この辺の部位ですね。尻尾張るとこや。そうやね、人で言うと尻尾張るとこ、ね、もしくはカイロ張るとこ、ね、カイロ張るとこ。そう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 。小わさびを乗っけて、乗っけて、うわ、柔らか、柔らけ。これもじゃあこの今室内の気温で溶けかけてきてる。そうです。嘘、早っ。お刺身いただきます。え、どう無言のいいね出た。これやんのトムクルーズぐらいかな。口の温度で溶けるんですね、油。うま、これ長井さん絶対好きなやつ。いただきます。いただきます。うわ、溶ける。すごくないこれ。おいしい。甘い。ほんと甘い油をこう味わってる感じ、味わってる感じ、うん、これはうまいわ。美味しい、うん、香りがまたちょっと違いますね、やっぱり。また別、こっちの方が、うん、さらにね、うん、ちょっとまろやかな感じになってるわ。うわ、2頭目なん、もうまろやかな。まろやかやな。ちょっと待って、3頭目行こう。3頭目面白いわ。これ面白い。めちゃくちゃスッと溶けていくね、うん。ああ、3頭目うまいな。お鍋もいただいていいですか。どうぞどうぞ。うわ、これ、これ熊ですか。これ熊、はい、うわ、これはいいね。このだから、うんうん、甘い油で、うん、お出汁に溶け出してるから、うものすごいいい香りになってるんじゃないこれ、いや、いいの私、うん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 、レアやね、それ熊鍋とか。うわ、めちゃくちゃいいお出汁。うわー、ほんと熊の旨味出てますね。イノシシ鍋とか熊鍋って大概味噌で味付けするんだそうですよ、ね、そうですよ。うちはちゃんと熟成させて、ほんでこういうすましで出してるんです、だってお出汁が透き通ってますもんね。はい。あ、おいしい。熊うまっ。いや、熊がうまっておかしな話やで。いや、確かに俺おかしなこと言うたで。偶然そうなってしまったけどね。熊うまっ、うわ、食事の途中で申し訳ないんですけど、私はもう一つちょっと食べてもらいたいなっていうのが今あるんで、それはね、出してもらってもよろしいでしょうか。いや、やっぱりこっちの都合もあるんで、ちょっと勝手なことはやめていただきたい。いや、せっかくご好意でそうやって言ってくださってんねんから。ペースもあるかな。ペースもあるけど、ペースもあるかなと思って。いや、ベストなタイミングよ。ベストでした、高倉さん。いやいやいや、ありがとうございます。いいですか。じゃあ、すごいなぁと思いました。本間漬け通ってるお出汁とかでなかなかないもんね。まあ分かってるよ。それが本当に美味しい、ね、イライラすなってお前は。すいません、ちょっとよろしいですか、お話し中のところを。はいはい。うわ、何これ。めっちゃ美味しいと思うんです。え、もう何かはともかく、はい、食べてみてからの方がいいと思いますので、どうぞ召し上がってください。なんか叩きのような。アプリケ。なんでアプリケ。どんなアプリケやろ。縫い合わせたりして、アプリケかな。肉のアプリケってね、うん、見た目じゃ分かんないですね。分からない、ね、いただいてみます。なんだと思う。
いやでも熊、うん、この流れだからねえ、うん、でもこの色ですよ。じゃあ色、素敵な色やね、うん、T シャツ、あの行けよお前T シャツ、T シャツをこう刻んで、いやなんで T シャツ刻むの、T シャツなんでこんな色出んねん T シャツ。いただきます。めちゃくちゃ美味しい。何これ何これ、食べたことのない感じ、うん、で全く臭みない。これも、うん、何やろ。いただきます。うまい。うわうん、肉の旨味強いですね。これこれ何、鹿のたたきなんです。鹿のたたき、鹿のたたき、鹿ですかこれ。そうです。鹿もっと臭いイメージありましたけど。そうなんです。鹿臭いやつっていうのは、はい、ちゃんとあの血抜きとかそういうのが上手にしてないんですよ、はいはいはい、だから鹿臭いんです、うん、これちゃんとあの熟成させて美味しい肉なあれと。高川さんのおまじないで。そうですそうです。そんなメイド喫茶みたいなこと高川さんのあれ言うてメイドさんなんだ高川さん。まさかの。何これ。だからほんとお肉の美味しい香りが口いっぱいに広がる感じですよね。うまー。これうわー、なんかもっとほんと癖があるんかなと思ってた。うん、全然ないね。ない。うまっ。いやうまちゃんしかえないねえねえねえ、もうええねん、そこ引っかからんで分かってるから大体うん、俺なんやねん腹立つやつ。俺なんやねん、このキャラ腹立つ腹立つわ。しかえや言うてんの。人気者のスタンス取んなお前うまいわ。これでもその高倉さんがこのジビエ料理を始められたきっかけは何だったんですか。ある時クマがなかなか取れんかった時あるんです。ほんとは入荷がないでしょ、うん、そうですね、どうしたらいいかなと、はい、あ俺が狩人になればいいんだと、うん、え、まあ、1頭のクマだったらいろんな部位があるでしょ、はい、その部位に応じていろんな料理ができるでしょ、はい、それをやっちゃったんですよ。え、やっちゃっちゃんだ、はい、ご自身で飼って。そうです。その自分は全然日本全国あのジビエブームなんてもう何にもなかったでしょ、ね、まあ、なんかあの変なもん出しとる店、それで終わったって。あ、当時は、はい、それからジビエブーム来たんだ。来たんですよ、やっちゃったんだ、やっちゃったんだ芸能人が来るんですよ芸能人が来ちゃうんだ、はい、よかったですね、よかった、でこのお店では他にはどんなもの出されてるんですか。あのね、最近出したくないものがどんどん増えてきたの。出したくないもの、はい、あそこなんかに書いてあるようにね、たぬき鍋とかさ。たぬき、たぬきだ。あれは匂いをある程度取ってこうやって出してるんですけど、うん、それでもまだ匂い残ってるから俺作るの嫌なんよ、それをさ頼む客が最近増えてきたんよ。だから頼むなって言うとんのに、いやなんでそんなもん頼むよ。お店の方の意見じゃないですよ。いやいやいや、だって作ったら俺注目臭くなるもん。俺嫌やもん。ほらメニューから消したらよろしい。飾りや、飾りやっちゅうてんね、メニューで。そう、頼んだらあかんっちゅう。そうそうそう、言っときますよ、はい、ねえ、いや、そのいやそうやねん、キジ鍋の横隣やろ、ハクビシン鍋、はい、ハクビシンってあのハクビシン、そうです、もう食べるんですか。そうです、あれはあの非常に美味しく、うわ臭くない、これは、はい、これは美味しいです。でいくら頼まれても大丈夫、大丈夫、大丈夫。ハクビシンはね、小さな動物なんですよ、はあ、小さい、うん、だから1匹取れても、うん、まあ5、6人前かですぐなくなるから、すぐなくなる、うん、はい、あんまり頼まないでください。頼まない、頼まない、ハクビシンは頼まないでください絶対頼んだらすぐなくなります。すぐなくなるんだから、うん、いやだから消したらよろしいちょっとジビエのイメージ変わりましたね。変わったね、これは、うん、めっちゃ美味しいわ。じゃあちょっとせっかくなんで一つ、じゃあ、うん、あの僕からアドバイス、アドバイス、うん、アドバイス高川さんに、うんうんうん、あそこメニューにね、うん、ジビエいっぱい書いてるじゃないですか。書いてるよ、イノシシとかシカとか全部書いてるでしょ、うん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 、一番最後に、うん、赤いキツネと緑のタヌキ書いてたらウケますよ。いや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 、いらないの、ウケますよ、ウケますよじゃないのよ